はい、と、トリニティドルナー実況プレイのパート12やっていきたいと思います。このウルバンスリアにシュタールの軍隊が攻めてまいりました。一応降伏勧告を、言ってきているようですけれども、多分あの部下の人たちはなんか多分そんなこと考えてないんじゃないかな。ゴリゴリになんか攻め落とそうみたいな空気も若干ありましたけれども。あくまでも時間を稼ぐだけだ。うん。あまり無理をするなよ。身は強いぞ。わかってるわ。エリス、本当に分かっているのでしょうね。この大きいんだよね、この子ね。じゃないんですよ。分かってるって言ったでしょ。ビーズは心配性なんだから。それだけエリスを心配しているってことじゃないか。羨ましいね。ライもそのぐらい俺を心配してくれるといいんだが。でもある意味では一番いい関係だよね。ザンティスはどうせ好き勝手やるんだから心配するだけ無駄だって。じゃあそれでいいペアだ。物分かりがいいってのも困りもんだ。よし、みんな行くぞ。だって、あーいるね。やっせい、よし、もうすぐ戦ってるじゃない。これはいいものを拾ったな。魔物も普通にいるじゃねえか。行くわよ。俺に任せとけ。よし、ここは任せてくれ。やっと打ち抜け。そこ打ち抜け。当たって。やっしょい。こっちだ。上なんかありそうだな。一個これ見に行くなんじゃねえの。これはいいものを拾ったな。意外といない。よし、クライト。バタバタだ。バカタレイ。結構体力あるな、こちら。役に立ちそうだな。おわわ、投げ物も使ってくるのか、こいつら。ここに、そこ、ここに。どうやら成長できたみたいだ。またクールアップヒール。大丈夫か。おい、この先にいる精鋭部隊には気をつけな。あいつらはとんでもない手段を使ってくる。交代の特殊装置とか呼んでいたが、そいつを使うと、赤や青に体が光って剣も弓も効かなくなる。どうも使っている道具ごとに色が違うみたいで、赤なら槍、青なら剣が効くらしい。頼むぜ。俺は先に戻るが、この先に進むなら気を引き締めていけよ。なるほど、槍か。ここは任せて。さあ行こうか。じゃあね、エリスかシアンを操作していくことになるのかな。はっせや。どこれぞ。当たれ。見てろよ。でや、ここに行くぞ。打ち抜け。打ち抜け。青いのは剣だね。ってことは待てよ。拳の攻撃が入ってんな。じゃあ武器を槍に変えて置いて。当たれ。さあ
めんどくさいな。多分チュートリアル的なものを見せてくれたんでしょうけど、外れないのは辛いな。なるほど、ちょっと持ってんだな。回復。ってこと、槍も一応育てておいた方がいいのか。特殊効果があった方がいいよね。できることが増えたようですね。この力、うまく使いこなしてください。できることが増えたようですね。これで決める。何を調べよう。これを中のその効果が発動するように。あんたたちね、兵を倒し回っているってのは。黒いローブ、側近護衛官か。あいつの仲間か。見たところ盗賊ではなさそうね。なぜバイオレット様の邪魔をするの。ちょっとばかり世話になっちまったからな。その恩返しってところだ。盗賊に恩返し？私を笑わそうとしているのかしら。それとも単に間抜けなだけなの？まあ、素直なんだろう。どちらでもいいわ。バイオレット様に盾つくというのであれば、排除するだけよ。覚悟なさい。あ、めんどくさ。待て。これで備えあれば憂いなしです。よし、やるか。助かった。ありがとう。今なら畳みかけられそう。これ入んのかな。これ抜きだけでも。よし。よいいね、入るじゃん。これでどう。これでどう。そんな。どうやって戦おうか。戻れたみたいね。助かったわ。拳で弓って剣が効かなかったね。ここだ。これで捨ててくれませんね。いた。準備は大切。決めるぜ。行く。備えあれば憂いなしです。
くわよ。打ち抜け、隠れません。ちょっとおまずかしい。ああ、これで死んでくれません。間に合わなかった。さあ行こうか。戻れたみたいね。俺は強いな。助かったわ。いざ、やめられない。せっ、これでどう。どうやって戦おうか。綺麗なこれ。弱点変わるのめんどくさいな。さあ行こうか。それでどう。意味だ。そしたら準備始まりだぜ。よし、当たれ。そうね、当たれ。違うな。油断は大敵ですよ。打ち抜き、当たれ。当たって死ね。ここだ。準備は大切だよ。すぐ死ぬね、あんた。戻れたみたいね。助かったぜ。本気で行くぞ。これで死んでくれません。当たれ。打ち抜き、ここだ。ここね、そこ。舐めないで。打ち抜き、これで死んでくれません。そこだ。当たれ。そこだ。当たって、打ち抜く。ここだ。当たれ。当たれ。死ね。ここね、ちょっと行こうか。覚悟しろ。よいしょ。強かった。トリガーが成長し、ウェポンワンマナタイトが拡張された。強くなれたわ。思ったよりもやるわね。それにその奇妙な武器はまさか。ノアル様。何、バイオレット様が。分かったわ、すぐ戻る。今回は見逃してあげる。でも次に会った時は容赦しないわ。覚えておきなさい。引くわよ。どうやら何かあったようだな。ん？ゾンティスどうしたの。さっきのやつが言っていた名前だけどな。バイオレットだっけ。ああ、シュタール王国の王女だぜ。まさか盗賊退治ごときにお出ましとはな。ザンティスは会ったことあるの。何度か謁見したことはある。いわゆる真相の王女様とは全く違うタイプだ。姫騎士、聖女騎士と呼ばれるほどの剣の腕で、騎士団の連中もかなわないって噂されている。それってどれだけ強いのよ。まあとにかく敵は追い払った。一旦町に戻ろうぜ。変えなくていいんだけど、まず回復とかはさせてくれないのね。あ、そういえば、よし、やるか。あ、ウェポンマナタイトが増えてる。ここでこの攻撃力アップを入れちゃおうかな。ダイがあんまり使うまく使えてないからな。どうやって戦った。あとまた薬買っとこう。どうも。これで毎度あり。
これで。あいよ。あでんか。どうも。一気になくなった。こんにちは。こんにちは。使い方がよく分かってないんだよな。これどうもね。これどうもね。これどうもね。これありがとうございました。ダメージ無効。確率だ。確率は俺あんまり信じないから。これありがとうございました。これありがとう。こんにちは。どうお気をつけて。最高。ビーザどこ？あ、いた。おお、戻ってきたか。よかった、無事だったんだね。急に連中が撤退したんですけど、何かあったんですか？行動を通って本陣の背面をついてやったのさ。今頃は大慌てのはずだからな。だがそれも一時的だろう。体勢を整えてすぐに反撃してくるぞ。だったら今のうちにずらかるまで。なーに、この地下水路は庭みてえなもんだ。わしたちがチリジリになって逃げ回れば討伐隊も追っては来られねえさ。だけどあんたたちはそうはいかないだろ。ここのボートを使い。なるほど、ボートを使えばそのまま地下水路を抜けられるってわけね。ああ、この地下水路はシュタール王国近くの川につながっているんだ。そういうことさ。ありがとう、グリーズさん、ローズさん。いいってことよ。元はといえばわしたちが罠にかけちまったんだ。そういえばそうだったな。いや、あの煙は聞いたぜ。まあそのことは水に流してくれや。短い間だったけど楽しかったよ。こちらこそお世話になりました。二人ともどうかご無事で。もちろんさ、しぶとく生きてシュタール王国を困らせてやらないとね。そうとも、金剛石の翼は神出鬼没、大胆不敵、永遠に不滅だぜ。ほらあんた、工場はいいからボートを出さないと。おっと、そうだった。よし、ロープを外すぞ。さよなら、皆さんもご無事で。おう、達者でな。元気でな。また新しい要素が。あー、やっと喋ることができるよ。動物のふりをするのも大変だね。フラムは緊張感が足りないだけです。もっと使命感を持たないと。確かにその通りだ。ザンティスにだけは言われたくないセリフだな。まったく、その通りだよ。さてと、あとはこの道沿いに進めばシュタール王国よ。そこに秩序の戦士がいるんだよな。それにシアンの命を狙っている連中も。気合い入れていかないとな。ああ、
それじゃあ行きましょう、シュタール王国へ。立って、せや、そこ、ここね、そこ、せや、せい、せや、た、せや、そこ、当たって、できちゃう、そっちか。や、相手もいろいろあるでしょうけども、どうぞ戦いながらね、敵地に向けて進めていきますわ。やってやるか、準備バリバ、行くわよ、行くぞ、やっ、打ち抜く、そこ、やっ、打ち抜く、ああ、ああ、おしゃれだ。これはなんかレベル上げとかに使えそうだな。あれがある限り敵枠ってことでしょ。ここに有効な敵多いな。ここね、打ち抜く、何かが有効じゃないな。あ、準備は大切だって、打ち抜く、ここね、よし、やった、打ち抜く、あ、弓が有効じゃない敵がいる。そこ、当たって、打ち抜く、特殊的な問題かな。せよ、どう、僕もあるけど、まあいいや。兵士が多いな。いつもこんな感じなのか。いや、正門とはいえ普段はもっと少ないんだな。真面目に仕事してやがる。珍しいこともあるもんだ。いつもは適当にチェックしてるだけだもんな。そんな悠長なこと言っていてもいいのかい。僕たちが金剛石の翼と一緒にいたのは知られているんだよ。確かに人相書きぐらいは出回っているかも。となると西門や東門も厳しいでしょうね。仕方ね、あの人に頼んでみるか。当てがあるのかい。あの人、ああ、町の北側にある墓地の管理をしているじいさんだ。お、墓地は政党の影になっていてな、その辺りは貧民街になっている。じいさんはそこに住む人たちの世話もしてるから、抜け道の一つや二つくらい知ってるはずだ。わかった、行ってみよう。結局なんだ、有効打になってない人がいるけど、たまたま別には引かないでおいてね。当たってここね、そこ、どういう活躍してもらおう。せや、当たって打ち抜く、せや、なんかもうみんな明確に得て増えてがあるんだね。よし、せや、そりゃいいもん落ちてんじゃねえか、いいもん落ちてんじゃねえか。ホルネンだ、任せろ、行くわよ、当たってここね、当たってここね、打ち抜く、ここね、当たって、ここね、はっ、やっと、やっ、セーブポイントもない。ちょっとセーブしたいんで時間が先進んじゃいますね。北に行けばいいんでしょ。宝箱か。いた、なんかすげえ攻撃してくれてる。
着いた。もうセーブポイントないか。何を調べよう。よし、やるか。よかった、セーブだった。まあ、ちょっとね、駆け足になっちゃいましたけども、まあ、時間もいいところなんでね、ここら辺で一区切りにしたいと思います。まあ、信用に値するかどうかよくわかりませんが、次回そのザンティスのつてをたどって、まあ、この貧民街のどっかにね、墓地を管理してるっていう、じいさんがいるとのことなので、からを辿ってみたいと思います。まあ、一個手前のマーク、マップに、イベントのマークあったんで、まあ、多分そこだと思います。先府の王国。なんだろう、先府の塔とかあるのかな。じゃあ、誰かしら斧の能力を得ることになるかもしれないね。はい。まあ、そのあたりもまた次回楽しみに、物語次回進めていきたいと思います。ではでは、トリニティドルが実況プレイのパート12、最後までご視聴いただき、ありがとうございます。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。